くなった方の遺族の方々がどんなに慰められるかな、そのことが一番嬉しいですね。何かの形でここに来て、遺族の方が安心できればなという、それが、213体も来たので、とても嬉しく思っています。もともとやはり被災されたお亡くなりになった方々の、まあ、鎮魂慰霊のためにですね、京都に飛び寄せたというものでございましたので、もともととは形は変わりましたけれども、こういった形で鎮魂慰霊のためにですね、お届けすることができたということで、本当にほっといたしております。やはりまだまだ復興が進んでいないという状況を、まあ、目の当たりにいたしまして、本当にこれからやはり被災地の方々がですね、早く生活を再建されて、まあ、町を再建されるということに、まあ、我々としてもですね、できるだけご協力したいと思っております。その関係で引けてくれって最初どんなのか分からなかったんですか。小さかったね、お一人一人に写真撮るので、ね、